このシェアハウスは神楽坂の奥といいますか、その5階に住んでいるというような感じになります。今年の5月にオープンしたコンビニ、酒屋、角打ちみたいな、家具は自分でデザインしたものというよりはすごい見た目に反してめちゃめちゃ軽くてですね、2層分吹き抜けているような形で、いろんなインテリアをこう想像しやすいような建築を作っているというか、そういう住み分けで考えています。